こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は幻想世界勢力復刻ガチャ引くべきかどうか改めて性能解説。はい、ということでね、はい、タイトル通りではあるんですけど、幻想世界勢力のねキャラが復刻したんですよ。で、このガチャが出てから、まあ、数ヶ月経つわけですけど、今のこの8月時点、今の環境において果たしてこの幻想世界のキャラたちは使えるのか、今になっても引くべきかどうかなのかっていうところだね。まあ、間にですね、まあ、初めて始めた新規勢の方とかね、このスバコラボから始めたみたいな方も多くいらっしゃると思いますので、そういった方が今ゲットすべきなのかということなんだよねっていう話をちょっと改めてしたいなと思う。当然ながらその出た当時のね性能解説動画とかもありましたけど、今のこの8月時点だとまた評価がねちょっと変わっていたりとかするかもしれないので、まあその辺も含めてですね、ちょっとまあ極み星5キャラを中心にですねお話ししていこうかなと思います。まず、唯一のカゴキャラであるところのこのカゴフレイのお話なんですが、基本的には、非属性特攻というものがついてきます。まあただとはいえですね、今の現状このマオリュっていうのは月ごとにその弱点属性がね、あの特攻がかかる、属性が変わってきたりするので、また1ヶ月全体ですね、新しいイベントとかで非属性弱点のクエストが出るときっていうのはまだまだ先になってくると思うので、次そういったところで活躍するっていうのはなかなかね、まあ見込みが望み薄かなと思うんですけど、普段の活躍っていうと、まあそういったところではないんですよね。まあもちろん過去の正当戦とか相談試練とかね、非属性が弱点になるようなクエストにおいては大活躍できるのは間違いないんですけど、一番のフレイのセールスポイントで言うとやっぱこのスキルが強いんだよね。内容が過去のと奥義の魔装痕を3枚ずつ技能に変換っていうね、スキル持ちで、なおかつ味方全体の物理キャラの回収率一旦 100% アップ、これスキルレベルマックス時にはスキルポイント40アップっていうものがついてて無駄がないんですよね。自分の手札すべて技能に変換しつつ、なおかつ物理キャラに対してのバフがかかって、そして SP もそのターン即時で40アップしてくれるということで、あのカゴスキル1回溜まってるだけでもね、 SP100 の状態からこれ使えば実質140までスキルを打つことができるということになるんで、55バフ2回打ってさらにね人変換とか、そういった立ち回りとかもできたりするので、まあこれが非常に強いで、速攻型っていうこともあるので、周回編成とか、まあクエスト周回するとか、あと普通のまあ、ループループとかでもいいですし、まあ、あるいは普通のストーリークエストとかそういったところを進めるにしても非常に、まあ、利便性の高いカゴスキルってことになってて、でなおかつ一番使えるのが英傑杯になってくるかな。具体的に言うとね、まあ、僕のあの英傑杯の攻略生放送とか、見てる方であればなんとなくわかるかなと思うんですけど、フレイってやっぱ強いよね、現在まででもね。だいぶ使ってる方いると思うし、少なくとも、前回の英傑杯ランキング戦で1位取った方はフレイ使ってたのかな、多分ねっていう感じだと思うので、まあ、それを聞いた皆さんが、まあ、どの程度価値を見出すかっていうことにもなってくるし、もちろん英傑杯のレギュレーションが毎回変わってくるので、その毎回毎回フレイが最適解とかフレイが絶対的に強いっていうわけではないと思うので、あくまでまあ選択肢の一つとしてフレイが出てきて、なおかつその選択肢の中でも結構上位に入るようなカゴキャラになってるよということになってきます。まあ、ちなみに前回僕はカゴフレイは使ってなかったけどね、はい、まあ、一応それでもトップ100に残れたんで、まあ、あくまで選択肢の一つかなという感じはします。今回の英傑杯ランキング戦がフレイが使えるかどうかはまた別の話でね、そんな感じになるんで、まあ、また今後ですね、まあ、いろんな選択肢が出てくる中でフレイもね相当有力なキャラなので、その辺で考えてみるといいんじゃないかなと思います。少なくとも現状の技能の速攻型のパーティー編成組むのであれば、まあ、間違いなくフレイになってくるよねというところですかね。はい、
で、まあ、その他戦闘キャラのお話でいくとですね、まずミリムですかね。これフレイと一緒のガチャにもともと入ってたキャラなんですけど、単体奥義持ちです。で、水属性のキャラなんで、これとフレイ組み合わせることによって、そもそも水属性キャラっていうこともあるから、そっちの弱点倍率とフレイのね、特攻倍率も一緒に乗っかってくるんで、絶大な威力、まさに非属性キラーと言ってもいい火力が叩き出せるということになりますが、基本的にはほぼフレイが前提のキャラになってくるので、フレイ編成以外だとほぼ使わないかな。使わない。まあ、武勇祭とかでね、チャージ型編成の時に入れてミリムでフィニッシュみたいなやり方も全然できるとは思うんですけど、まあ、あったら使うけど、別に他のキャラでも別にミリムである必要がないので、絶対ね、絶対ミリムじゃないとダメみたいなことがないので、他の代用キャラがねいたりする中で、まあミリムもその中で選択肢に入ってくるかなみたいなところになってくるんで、まあ必須ではないかな。必須ではないと思う。全然今の現状で言ってもね、そこまで使用頻度高くない。ただ、他のキャラの支援キャラとして使うとかみたいな場面は結構僕は多いけどね。そんな感じで使ってるパターンは多いんですけど。はい。で、お次が、風属性のしずさんですかね。しずさんに関しては全体奥義持ちということになっております。で、スキル見ていくと、こちら幻想世界またはリッチの影響力の攻撃力、バトル終了目で 10% アップ、無限加算ということになってますが、これレベルマックスでは 20% アップかなになってるんですけど、これがですね、範囲がとにかく狭い。幻想世界とリッチの影響だけにしかかからないバフになってくるんで、使い道が相当狭いです。具体的に僕が今使ってるのでいう明確な使い道で言うと、本当ループルーペで使うとか、それこそ本当に幻想世界パーティーでその非属性相手に使っていくとか、それぐらいになってしまうので、ちょっと使い道狭いかな。あとあれだ、あの武勇祭とかでそのね、全体奥義持ちなんで、敵が3体出てくるような時とかに、たまに、まあ、しずさんがいないとみたいな場面、たまにあるけど、結局それも本当にガチ勢の人だけになってくるので、本当に最大スコア出したいとか、そういった時に必要になる場面が稀にあるけどね、そんぐらいかなって思う。別に、他のマックススコアとかそういったのに全然こだわりがなければ、他のキャラで全然代用できるしみたいな、ことになってくると思うので、まあ優先度は低いかな。そして光の仮面の勇者、こちら出た当時はね、かなり、強かったというか、かなり評価高くしたと思うんですけど、まあ、現状でも結構その使いやすさはある。全体奥義持ちで、なおかつね、スキルが汎用性がとにかく高いので、全てのマスオコのダメージ力一旦 50% アップと、敵全体の全属性耐性一旦 50% ダウンと、あとこちら奥義の発動コン1枚、このターン中のみ技能のマスオコに変換、技能のマスオコン全てのゲージ増加で一旦 10% アップっていうところで、これがね、レギュレーションによっては英傑杯ですごく刺さる時がある。2個前ぐらいの時にすごくお世話になったかな。なので今後の英傑杯ランキング戦のレギュレーション次第ではまた輝く時が来るかもなっていう感じがあるし、特に初心者の方とかね、あんまり手持ちが揃ってないよっていう人の場合だと、とにかく雑に光の仮面の勇者とか入れてあげても結構活躍してくれるんで、やっぱり汎用性が高いよね。で、あとこのカゴフレイみたいな技能のマスオコンを、手札をね全て変換してくれるようなタイプのマソコンキャラと一緒に使ってあげると、マソコンキャラじゃねえ、スキルキャラと使ってあげると、このね、単純にマソコンのダメージが上がってくれるから相性がいいんだよね、速攻型編成と。とにかく奥義とかでもなく、奥義ゲージとか溜まってなくても通常攻撃でバシバシ削ってくれるみたいなところで、まあ、まさに本当に英傑杯のレギュレーション次第によってはかなり強めかな。ただちょっと2個前ぐらいから、スコアでね、スコアのね、採点方式変わってしまったので、超過ダメージでスコアが伸びるようになってしまったので、ちょっと逆風な感じはあるんだけど、あんまりそこまでランキング戦とかの順位にこだわりがない人は全然いいと思う。ただ勝つだけであれば別にスコアとか気にしません、とりあえず全勝できればいいですぐらいな人であれば
強いね。もう何も考えなくても強いね。と思うんで、そういうまったり勢向きなような気がしてきた。あと周回とかね、クエストのね、あとストーリーとかそういったところによっては非常に強い、キャラかなとは思いますね。はい。まあ、別に必須ってわけではないと思うけど。ということで、一応長々と語ってきましたが、まとめ、この復刻ガチャ、引くべきかどうか。はい。ということで、まあ、特に新規勢の方がね、この動画見てる可能性高いと思うんですけど、新規勢の方ならとにかくカゴフレイは引いておきたいかなって思いますね。これ、ここまで、技能のね、速攻型のカゴとしては、一応フレイが最強だと思うんで、まあ一応物理キャラの回心率しか上がらないんで、魔法キャラに対してはね、このバフは乗ってこないんだけど、まあそれでも、魔法キャラであったとしても、この技能変換と SP40 の部分は、変わらず発動してくれるんで、戦い用によってはね、全然強キャラ、もちろん魔法パで使っても全然 OK だし、みたいな、ところになってきますし、特に、英傑杯これから頑張りたい人ね、は、選択肢の一つとして確実にフレイがいた方がね、心強いと思うので、まあこれ引いておくべきかなと思います。で、まあフレイ以外のキャラに関しては正直おまけだと思う。フレイが当たったらとりあえず OK で、フレイを当てるまでにその他のね、戦闘キャラが当たればまあラッキーかなみたいな。当たったらまあ良かったねみたいな。それぐらいかなとは思いますかね。はい。まあ無理して、他の戦闘キャラを引く必要ないんで、とりあえずフレイ出るまで引こうぜっていうこと。ただ、一つ言っとくと、周年がそろそろもう控えてきてるんで、特に無課金の方はね、周年までに石は貯めておいた方がいいぞというのは間違いなくあるし、で、あと、新しいガチャね、もう来週の、いつだ？あと一週間後だね。一週間後に新しいガチャがやってくるんで、そのガチャの内容を見てからでも全然遅くないです。新しいガチャが、このガチャが9月13日までなんで、もう来月のガチャのガチャ2つ目まで見れちゃう。この期間であれば。なので、全然今焦る必要ないんですけど、まあ、でもあれか、ランキング戦が一応あんのか、英傑杯の。英傑杯のランキング戦考えてるみたいな人はもう今引いちゃった方がいいと思うけど、どっちにしても。まあそうでもない。別に英傑杯のランキング戦とかも全然こだわりないですって人は、全然次のガチャの内容見てから、僕の解説動画見てからでも遅くないと思うんで、そんな感じかな。とりあえずフレイは最優先確保案件だと思います。はい。あとちなみになんですけど、ちょっと動画出そうか別で動画出そうか迷ったんだけど、ちなみに今ね、課金者の方であればこれ結構おすすめ度高いんで、この7日間限定極み星5確率 10% 真夏の大感謝祭幻想世界勢力星5確定セレクションスカウトチケットパック投げそうそう、これがあるんですよ。ただこれね、名前で勘違いしないでほしいのが、これ別に幻想世界のね、このさっき言った極み星5のミリムとか、さっき語った連中が確定じゃないので、10% なんであくまで。ただその上で、星5が誰かしら確定で1枚ゲットできるよっていうだけの話なんですけど、これいつもより結構安め。2900円で星5確定チケットが手に入るよみたいなことを思ってくれればいいんじゃないかなと。で、もらえる石も魔晶石296なんで、いつもと値段変わんないんで、これおすすめだね。新規勢の方なんかは、とりあえず何でもいいからキャラ揃えたいみたいな人はね、まあこういったものを利用してキャラを揃えていく。始めた方のばっかりの方だったらね、多分ガゼルとか、地属性のミリムとか闇属性のミリムとかね、そういったキャラでも欲しいと思うんで、これで当たったらラッキーだよねみたいな感覚で、まあこれやっていくといいんじゃないかなと思います。はい。これおすすめマジで。はい。まあそんな感じかな。それだけ言いたかった、この動画マジで。はい。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考ランタ面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。